はい、皆さんこんにちは、長谷川です。こんにちは、横田です。はい、今日はですね、ちょっとせっかく横田さんと一緒にいるということで、まあレオ対光ということで、はい、まあ、そもそもブラック企業ってどんな会社なんだっけっていうところをちょっとフリートーク気味に話していこうかなと思うんですけど、他にもレオパレスもあのブラック企業偏差値っていう素晴らしいサイトが世の中にあって僕らは70超えなんですよ。70超えってだいぶエグいですよね。東大レベルの企業なんで、今回はそのエピソードを面白おかしく私と長谷川さんで交互に発表していくというテーマでお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ちょっと伺っていきたいんですけど、ブラックな話もう山ほどある中でちょっと面白そうな話一つしてもらってもいいですか。まず備品編じゃないですかね。備品、はい、備品っていうのは、うん、要はオフィスって、はい、入社したら例えば、はい、携帯支給ですとか PC 支給ですとか車支給ですみたいなのあると思うんですけど、うん、レオパレスってすごくて、まずなんか僕の事業部っていうのがその配属されたらいわゆるマンションとか個人ホームとかを建ててもらうような事業部だったんですけど、うんうん、まあ携帯とか渡されるわけですよ。まずその渡された携帯 の四隅がベコベコしてるごめんなさいごめんなさい、ベコベコってどういう状態なんですか。要はあれなんですよ、うん、電話して切れられて電話切られるので、うん、前任の人間がイライラして切られるときに携帯を叩きつけるんですよ。なるほど。そしたらここら辺があの角が取れて丸くなってるね。もともと四角い電話機のはずなのに丸みが帯びてるんです、ね、ちょっと丸み帯びてるやば。で、あとめちゃくちゃ笑ったのが、はい、普通そういうのって綺麗にそのアーカイブされてデータが残ってるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。なんですけど多分前任者が使った電話帳とかそのままになってるで、これ後々分かったんですけど、うん、多分入社速度よりも辞める速度が速すぎて、人事さんの方がアーカイブ追いつかなかったか、ね、追いつかない。やりたい気持ちはあるんだけど、そのままいいかっつって。嘘でしょ、すごいっすね。でなんかおもろいのが、で配属された机もなんかベコベコしてるんですよ机もね。で、はい、これはなんでなんだろうと思って、だいたい3日ぐらいだったら、うん、あの上司はうーんみたいな机殴ったりとかで、部下ももうストレスでおかしくなって蹴る殴るを机とか備品にするんで、タンスもガタガタしてるし、ゴミ箱かけてるし、机へこんでるみたいな感じで、なんかもう要は、まあ、正常な備品が何もなかった。でもそのオフィスの中に一つとしてまともなものはほぼない。そうそうそう、あれですね、いわゆる、うん、僕は喜び組って勝手に呼んでたんですけど、喜び組各支店にあの女性の社員さんが一人だけいるんですよ。あ、はい、多分もうストレスフルすぎて女の子と喋んないとやっていけないのかわかんないですけど、一人だけ女の子いるんですよ。その子の机だけめちゃくちゃ なるほどそこ以外はボッコボコなんですね。ボッコボコに混んでて、あ、そういうのではそこの瞬間にあブラック企業なんじゃないかみたいな確かに確信しましたね。いやすごいですね。いや僕も光にいるときによく動画で上司が物投げるってよく演技するんですけど、はい、本当にありますもんね。そう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 、飛んできますもんね普通に。そうです、なんかレオパレスだと灰皿と瓶が多かったですね。瓶、はい、なんか僕の時はややおとなしくなってたんですけど、うん、昔は酒瓶持って部長が入ってくるとかそうでしょ。で、イラストの課長がいたら灰皿がピコってたりとか、ヒエンザみたいに飛んでくるんで、ね、シャーンってマジっすかっていうのは、はい、結構有名な話だったりですね。なるほどですね。やっぱブラック企業の偏差値75円になるともうこんな信じられない現象が日常的に行われるわけですね。戦時中じゃないのに机に潜って電話する。ああ、それは僕らもあったな。はい、麻酔がすごいからとか、そう、お客さんに聞こえちゃうからですよね。いろいろありましたね。なるほどですね。ちなみに退社時間ってどれぐらいなんですか。タイムカード上は20時21時ぐらいですね。おタイムカード的にはまあ一般的にちょっと遅くまで頑張ったかなぐらいの時間になってますが、が、うん、タイムカード切れよっていう時間があるだけで、はい、でまあもちろん PC の電源も落とすんですよ。ああ、もうログ残っちゃいますからね。はい、うん、まあ、そっからっすよ、ね。でもそうね、確かに、はい、そっからが勝負ですもんね。そう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 、はい、要は、うん、ログさえ残さなきゃ何してもいいんだから、そっから資料が作れるだろうとか新しい見込み発掘できるだろう、そう、自分見込みはできるだろうみたいな確かにログは残んないですから、ね、ログは残んないですから。いやこれはもう間違いなくブラック企業と言えますよね多分ね、ここまでのブラック企業ってなかなかない中でも、でも実際にやっぱりそのタイムカード切ってからどうとか、はい、物が飛ぶとか、上司がイライラしてこう当たり散らかしてくるって今でもある会社はあると思うんですよね。そうですね、まさに長谷川さんも光出身だったので、はい、そのいわゆるサービス出勤においては我々レオの上位互換が光さんなのでそういった面白い話を伺いたいなと、はい、分かりました。じゃあそれはちょっと後半で今度僕の方でそのサービス残業編をちょっとお話しさせていただきたいと思います。ということで
今回はですね、ちょっと2人でブラック企業についてお話をさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。